ししました,ついたい。それをあれかライン公式ラインの方で貼ればいいのかいついつしたこれでいいだろう、うん、うん、あのさ上にさ、うん、オープンレックの画面をさ映してくれ、うん、これそれをそうピッてあこういうことかそうそうそう こんばんはちょっと待ってね。それで。スマブラになってるし。はいはい、なんであそれ前の u r ーが出てるんだな。気にしなくていいと思う。放送してるよー。ーはいはい。みんなこんばんは。みなさんこんばんは。今日ばんは。こんばんは。こんばん マイクを二本使ってるので、ソラルさんの声もちゃんと聞こえる。そう、わざわざ持ってきた。シングル発売。おめでとう。おめでとうございます。おめでとう、ありがとう、おめでとう。えー、テンションが低い。ね、低いわけではない。めんめんあの、見ました、オリコン。オリコン。オリコン、まあ、み、みんな見れんのかな。わかんない、まだ順位が。見れるよ。もうね、見れるね、来てた。 なんかさ、おめでとうございます、的な。うん、あのー、みんな、あとちょっとなんだよね。<laughs> いきなりその話すんの。<laughs> もうちょっとあるでしょ。なんかいいで今から。5位と6位です、ね。5位と六位か。あ、でも全然いい。トップ10入ってる。どっちもトップ10入ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。5, 5位と6位か。 あとちょっとなんだよな。とちょっななんだよな <laughs> いきなりその話すると思わなくてびっくりしてるんだけど。いや、あとちょっとなんだよな。いや、なんかその、もう、ウィークリーとかでもうちょっと順位が上がるといいなと思ってるんですけど、あと一息なんですよね。これって枚数,の枚数の話ってしていいのかいや、わか, <laughs> か,かんない。誰なのかないや、わかんない。いや、わかんないけど、別に、したところで誰に怒られるとでも、まあ、いいのもなさそうだけど。はい。みんな 買ってくれたのかなありがとうございます本当にありがとうあのね、うん、ちょっとあとちょっとで結構順位上がりそうな結構あれだよね<そ>僅差だったよね<う>上<位>あとちょっとでどれくらい上がるかっていうとか歴然 <laughs> なぐらいや <laughs> なんかそんなビビったりるさであれなんかぐるぐるしてるそうなんだあでもそれほっといても大丈夫だと思うよ 買いました。ありがとうございますどうだったみんなシングルの方はまあ全然あれなんですけどその150枚買いましたほント絶対嘘だろ <laughs> 絶対嘘本でしょほ当ですか <laughs> 怖いよ握手券ついてるわけでもないのに、うん。みんな聞いてくれたかなあなんかねねねねラジオ出動が300人に減ったよ <laughs> 合計来場者数二十七人おかしいおかしいなんで <laughs> <日>すごく重いです重いんじゃないかななんでちょっとオープレックの人によう重たいんですけどって石村か,かわいそう <laughs> <laughs> オープンレックの人が CD 買って写真送ってくるめっちゃ笑顔<笑>ありがとうございますおくとこありがとうございます石村は重いぞ 石村さん重いっす。オープンレックの石村さん重いです。放送が。<laughs> 雑談ができるようになったんですよ、オープンレックで。ママさん、ぜひ雑談。ママさん、ゲームやるのめんどくさがってるから、ぜひ雑談をやってくださいって言うから、ちょっと雑談やってみますって言って開いたら重いっていう。重いぞ。石村さん。普通的にこれ絶対つながってない人多いよ。うん、3分の1ぐらいだよ多分。もっとかもしれない。多分 確かに、うん、激少ないからな、あの。まあ。つながりにくいだろう。まあ、多分、徐々に繋がってくると思うので。そうですね。はい。まあ、何にせよ、めでたい。無事発売して。はい、ありがとうございます。どう、どうでした。曲の話とか、します。しましょう。しましょうか。まあ、解読のとアンチクロックアイズは。はい。 最後にするとんだ最後にするとして「忘れられんぼ」と「水星列車」はいソラルさんがミックスをねし直してくれたイエスイエスギターもリアンプしたしギターリアンプしましたね「忘れられんぼ」をリアンプしたんかそうし音はかなり解像度の高い感じにそうだねリアンプっていうそのスタジオでギターをね取り直す作業をしてうん 水星列車水星列車もまあな,んならあれ2人でミックスし直したみたいな感じだけどね結構いじってるね <laughs> 家まで行ってそうガラッとね夜中に変わってなんかスネア違いますよねみたいなスネアだけで2時間ぐらいかかってるんですよ、ねあの曲ね、すごいすごいねあれグーさんのですねそ <laughs> そうそう,そうグーさんのえグーさんは生でドラムを撮ってくれたんですよ <laughs> そうだよ グーさんは何もあるからグーさんはすごいいい音を取,り取ってくれたカップリング曲どの曲がさちょっとさ、うん、人気なんだろうカップリング曲オープンレックにもアンケート機能をつけてもらおうあ確かに、ね、アンケート機能欲しいアンケート機能つけてください石村さん石村さんアンケート機能をお願いします石村さんあす。少し重たいですがすぐ対処しますっていうラインが来てる石村さんから <laughs> こっちにも来てる <laughs> 来てありがとうございます少し重くなってお タコス重くなっておってきた途中で送っちゃったんだと焦ってあのな、ー、ん <coughs> だろうなんですかね何の曲気に入ってます<ー>僕は夢のまた夢とおそんな曲入ってましたハデスゲームかなそんな曲入ってましたっけ <laughs> <laughs> あれ入ってませんでしたっけ入ってないっすね今回は もか入ってないか。残念だけど。今回は CD によってコンセプトが違いますね。あ、そうなんですよ。その話はいいですね。うん、解読不能なアンチクロックワイズの方で結構その曲の、うん、曲のあれがね、テイストがそう結構違うんですよね。解読不能がバウンドサウンドで、そうそうそう、えー。アンチクロックワイズがデジタル的なサウンドという感じになってて。 カップリング2曲がねバンドサウンドよりが回復ので、うん、アンチクロックアイズがデジタルよりとあとはやっぱりライブでねやって盛り上がる曲あるといいよねっていうのもあったよねそうですね負け犬ドライブの話か、うん、と負け犬ドライブ僕が歌唱してる方ですね負け犬ドライブはバンドサウンドでソラルさんがギターを弾いて僕もギターを弾いてそのギター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 ボーカル ドラムベースとかでできるような曲を作ろうっていうあれです。で、うん、ソラルさんのパートのギターもちゃんと難しいです。いやいやいや。でも頑張れば弾ける範囲の難しさです。ちゃんとちょっとめんどくさい。<laughs> ちょっと早く譜面もらって練習しないとやばい。<laughs> あ、ほんとだ。えあ、やまいの前作。あ、そうかそうか。か前作、前作 <laughs>。あ、そうか、今回やんない。今回やんない。あ、でも、あのー。 そうっすね掛け合いのところとかはちょっとね覚えてほしいねうん、うん、ワン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 とかそうそうそういうところとかあとあの警告の、うん、あのトキシックダンスのところとかああそこはそういうところとかね言ってほしいねみんなに警告あれはあれですねあの重たいどちらかというとこう重低音のギターの何、うん、ていうんですかビジュアル系っぽい感じ、うん、ち,ょちょっとそうです、ねうん、ちょっと艶っぽい歌い方を 艶っ,っぽい歌い方を艶っぽいツヤルさんのツヤルさん <laughs> 適当だな警告はあでもあれあれ好きだよ、あのー、最適ああ<ー>ちょっと鬱っぽい歌い方を話飛びますね警告の話するのと思って警告の歌詞開いたら次の曲になってるし <laughs> あいやどうぞじゃあちょっとしてくださいそうですね渓谷はえソラルさんが歌唱しててああ <laughs> が作った曲はいで、はい、あのドロップチューニングのね、うん、重たいギターが左右でバッキングをして、うん、えっと、まあ、リフを弾いてバッキングハモニクスとかキーンとかやってでなんかなんだろうちょっと色っぽい歌い方をして欲しかったんですよねどうでしたか大丈夫そう、うん、もうちょっと、うん、いやい全然大丈夫です <laughs> とても良い感じに歌ってくれて <laughs> 難しかった,ったここあれ難しかったですか あでも最適よりは難しかったねちょっと高いそう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  A メロめっちゃ歌えそうだったあなな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 なンなな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 ンなンなな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 なガン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 。 分かったでサビは飛んでほしいかな分かったんたんたタンタンラウンのでこうポン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 ,ポンって飛んで盛り上がる感じの曲全力で飛べ全力で飛べ <laughs> 飛べ <laughs> <laughs> みんな伝わってんのかなエクサイジーのルスの全力で飛べ全力で,全力で飛べっていうのが結構時数がある感じがいいですよね うん、だから長い言葉をこう <laughs> あのちょっとすごい短い間に全力で止める <laughs> 頑張ってるから、うん、この曲はですねえっといわゆるちょっとこう、うんうん、いいっすか曲の話してあいいっすよもちろんいいっすかここ今しかないんで話したいは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 、えっと、<laughs> いはいいつでもできるけど <laughs> 今しか話にはしたいミえっとですねこれはあその朝さに言いましたっけ あのえっとえー、別に望んでいたわけではないのに、えっと、その状況がその環境を作ってしまったような人その環境を逃れることのできない人がいると思うんですね。例えば望まない仕事をしたり望まないことをして,していたり今の現状に満足いってなかったりっていうその今の殻を破りたいって思いながらもそれを打開できない人っていう。 人がいると思うんですけど、うん、そういうものを例えていて蚕、えっと、ってあの絹の糸を作る虫小学校の頃に育てましたね蚕蚕の眉がたくさんあった頃あっ眉はまあもういいんだけど芋虫やばいですよ芋虫やばい蚕、ね、の芋虫ってめっちゃ見にくい姿をしてるんですけどそれが眉になりでそして蚕ガと呼ばれる蚕、えっと、になります そのガはなんかすごいモフモフしててめっちゃ可愛いんですよ。海狗があれ可愛いよね。可愛いですよね。うん、なんか動物っぽい。そうすごい可愛いんだけど、その海狗がに例えています。その人たちのことを、えー、その立場にある人間のことを海狗がに例えていて、えっとその海狗がっていうのは、えっと口を持たない、口がついてない。だから水を飲めないし食べ物も食べれない。 なんだけど見た目はとても綺麗なんだけど羽が生えてるけど空は飛べないだからその場からこう逃れられないしだ、ね、あいつ飛べないんなんかなんかこう木とかにつけても落ちちゃう,へ<ー>もう人間がいないとあの自分を守ることもできないしだから23日で死んじゃうへ<ー>その解雇に例えていってそのんだろうその自分をこう今の自分からこう逃れたいんだけど逃れられないよっていうような 感じの歌詞ですね。長になれない翼でかっ,かっこよくないですか？うん。かっこいい。<laughs> い。や、俺が説明を受けたやつよりも詳しく今喋ってる。ああ<ー>。トランさんになんて言ったっけ？開口が可愛いっすよぐらいしか言ってるなかったかもしれない,いやいやいや。<laughs> 俺ここどう,いうどういう感じとかどういう意味とかどういう風に歌ったらいいみたいなことは聞くけどあんまりね詳しく教えてくれないから適当な感じでいやいや聞いてこないから興味ないのかなと思って分かんないこと聞いてなんか僕が曲作ってそのなんだろうこの曲の歌詞の意味はこうなんですとかのサラれさんに言ってもなんかなんか肝がられるかないやいやいや,いや解説して解説聞いてくれるかなちゃんと なんか途中で,、えー、であれ返事なくなったなと思ったら「ゼルダの伝説」始めましたから。なくしてない。おい <laughs> <laughs> 制作中とかゲーム全然してなかったから。まあ確かに。本当は腰を痛めたからそのせいで。配信してなかったのかもしれない。それはね、なんとも言うの。でそれでこう、なんだろう、とても綺麗な見た目をしてるんだけど、あの自分がこう自分をうまく。 動かすこともできないっていう状態ですね。結構さらっと作った割にはあれですね。重たい歌詞ですよ。そうですね歌詞が、うん。ちょっとすごく感能的なあれで、あと空空空の知らな雨って書いてあるじゃないですか。空の知らな雨とメシカゴっていう最後の一フレーズが、もうここはもうここの歌詞を絶対入れたくて。うん、空の知らな雨っていうのは、あの空の知ら空知らぬ雨っていう言葉が涙の日なんですよ。うん で虫かごって虫からは出られないじゃないですか、うん、だからそのかごの中でサメザメと泣いてるっていうような詩になってます当てはまる人いるかな、まあ、結構いるかな <laughs> 多いんじゃないですかねもう今の現状に満足しない人とか人誰しも嫌味を抱えて孤独を抱えてそういう歌詞になってますよかったら歌詞を解読しながら読んでみてくださいえっと他は他3曲か マケインドライブと脱落人生ようこそは僕の歌唱じゃないですか、うん、はい別になんかもうアホみたいな曲なんで何でだ <laughs> いろいろいろいわくつきだったりするじゃんでもいわくつきですね確かに、うん、マケインド,ドライブに関してはこう自分たち活動していく中でいろいろこうフラストレーションがたまったりするじゃないですかそうですねそれをこうぶちまけたような曲になってますねななん,なら,なんならこの曲ができる なんか10日前ぐらいにこのこと曲にしますみたいなこと言ったらもう曲になってた <laughs> あの腹が立った時は腹が立ったこととかをこうツイートしたりなんか何かをしたりするんじゃなくて曲にして曲にするというタイプなので曲にするって言ってから曲になるまで早かったなって,ってうんそうあのー、すごいこうヘイトたまってる曲ですねでもこういう表現の仕方で合ってると思うんですよなんかかここううツイッターとかでこう 何年か気に入らないみたいなことを突然つぶやく人とかいるけどああいうなんかちょっとああいうなんかアーティスト性に欠けるようなことをするんじゃなくて、はいはい、<laughs> 音楽やってる人なので <laughs> 音楽やってることなので人なのでこう曲で音楽を曲で言いたいことを言うとそれが正しいと思うので、はい、そういうあれですなんか多分気に入らないこととかをがあった時にむしゃくしゃしたと時とかに聞くといいかな、うん、多分。 多分で最適な人の歩め方は、えっと、これはソラルさん歌唱あのこれもともと僕が歌唱する予定だったというか予定だったというか僕が歌唱しようと思って作りながらマフテルが動画を作ってたんですけどマフテルのティッシュ切れ事件というのが起こりまして食糧難でマフテルがあの途中で力尽きたんですねそれでその できてない状態、うん、で、あの元、ー、々その曲的にはこうソラルさんの方が合ってたとか、ああいうのサンプルもそうですよねもともと僕が結構ああいうのサンプル自分で書いたんだけどああいうのサンプルもそうだったっけかそう、それをソラルさんが歌ったらソラルさんの方が合ってたっていうパターンで <laughs> <そ>多分これもそうでしょうってなって最初からソラルさんに歌ってもらうことに <laughs> いやいやいや、いつかマステロの動画ができたら歌ってくださいよ 2人の動画ができたらできたら歌ってくださいよ2人でもアンチクロックワイズでティッシュ切れが <laughs> すごいのですごいティッシュ食ったろうねアンチクロックワイズ作るときいやー2部屋分ぐらいのティッシュは多分食べ尽くしたんじゃないですかねすごいエネルギーだろうなあれはうんでまあそのそういうそのいわゆる愛と愛のサンプルのアンサーということはあのすごい歪んだ愛情ですね でもねやっぱりあのねそういうコメントも来てたよ<え>やっぱつながりある,あるんですかみたいなあ,あ本当ですか、うん、じゃあ何か何も言わない方がいいん <laughs> なんでなんでか, <laughs> んか <laughs> めくれてんな <laughs> 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 いいだろう普通に <laughs> まあそのそういう感じのこうなんて言うんですか <laughs> なんて言うんだろうね 歪んだ愛情というあれそれさっきも聞いたよ <laughs> いやなんかこう深く言うとこうただただ怖いからまあ深く言わなくても怖いよね、うん、歌詞がね、まあ、そういう感じの曲ですそういう感じの曲ですね、はい「何々の何々型シリーズ」落書きのあシリーズなんだそれうん?と「ガラクタ」の作り方落書きの隠し方、うんうん、青空の作り方 のの作り方有識のエンンディングに書いてくるで<ー>で最適な人の悩み方。なるほど。タイトルに困った時に便利ですね。意味がついてるわけじゃない意味がつながってるわけじゃないけど。そうですね。何々の形。何々の形。で、これ、えっと、脱落人生ようこそ。はい、これは、えっと、もともとその空フで、えっと、投稿しようと。 やっってまししたたね冬のツアーでしたっけそう、うん、11月とかだったかな10月11月ぐらいに音源作ってて、うん、そうそうそうで急遽その急 <laughs> その時確かそのツアーに間に合わせたくてなんかその「忘れられんぼ」じゃないよ忘れられんぼを作る前に忘れられんぼじゃなかったんですよねそうこの曲を作ってたんですね であの結構ふざけたテイストで作ってたんですよネタとかを入れてそうそうそうちょっとピコピコした感じのちょっと盛り上がるような曲作ろうぜっていうことになって、うん、進めてたんだけど、うん、ワフワフがこんな曲ダメだって言いだして <laughs> <laughs> ボツになったどういうメロディーでしたっけサービーとかあ,あそうだ そうそう。そうなんか最初はコラボの曲であのネタ曲だったんですけど、<laughs> でもうボツにして、なっちゃった。封印してたんですこの曲は。忘れ去られてた。でもなんかちょっとある時にこれを開いて、なんかメロ変えてみようと思ってメロを変えながら書いてたらなんかいい感じのメロが生まれてきて。全然違うよね。結構全然違う。SOS のところとかはまあ。 この曲は、まああのえっと、自分を自虐してるというかあの自分動画投稿者と呼ばれる、はい、動画を投稿してる人間なんですけどあのその動画投稿者っていうあれを自虐しながらでもそれでもこれすごいいい,いいもんなんだよっていうようなすごい前向きな曲です何、うん、だろう うん、あのとんでもないはちゃめちゃな場所だけどとてもいいからみんなもおいでよっていうような曲ですはい以上です <laughs> 特にそれ以上 <laughs> それ以上話すことは <laughs> いつかねちょっと2人でやったやつも公開できたりですねそうですねああそういうことかあのネタ曲の方ネタ曲のやだよやだですよちょっとこうだったんだよあとそららさんがいい感じにミックスしてくれたから この曲ははみった感じあの段階の編曲だとちょっとあまりにも微妙な曲だった、まあ、コーラスとかをすごい足してくれたからイメージつかみやすかったけどねコ、うん、ーラスだけで30本ぐらいになったんだよね最終的にあららライブで盛り上がりそうなそうだねコーラレスポンスができそうな、うんまあ、結局ネタ曲っぽいですけどねうんでもかなりね 原曲元よりはこうかなり引き締まった感じでしたね、メロディーカってね。やったぜ。うんそういう感じかななんかいつかあれ作りたい曲の解説集みたいなのを作りたいー。そういうの出してる人いるんだ。いや、いないと思う。いたいんだ。い,いるんですかねわ <laughs> かんない <laughs>。え、なんかせっかくだから書きたいなーって忘れる前に。うんそんな感じかな <coughs> 曲に関しては。まだ、まあだから えっと、すごい尖った曲たちです。そうですね。うん。まあなんかその武道館に応募した人っていうのはほとんどが CD 買ってくれた人だと思うから、うん、みんな覚えてきてくれるだろうしコールレスポンスとかしやすいよね。うん。しやすいと思う。うん、スマチケの話しなきゃ。スマッシュチケット、スマブラチケット。スマブラチケット。ット違う、スマートフォンチケット。スマートフォンチケット。スマートフォンチケットの話できますとらあるし。 できますというのはあいやしてほしいなと思って僕ずっとしゃべってたからいやまあそのまんまさっき説明したそのまんまだけど、うん、なんかその活動を続けていくにつれてありがたいことにこう規模がやっぱり大きくなっていって、うん、まあ最初から転売あったんだけどその金額とか数とかがどんどん増えてっちゃったんだよねそれでそれをどうしたらいいかっていうことをこうずっと話をしていたんだけど現実的にはなかなか難しくて 結局はそのジャニーズとかがやってるようなそのファンクラブを使って顔写真とかを登録してそれでのその顔写真付きのチケットとかっていうことしかできないそうなるとやっぱりかなり経費もかかっちゃうしファンクラブ作ったりしてみんなに入ってもらわなきゃいけないからみんなもお金かかっちゃうしまあ結構むずいよなっていうところでその ま完全に転売防げるわけではないみたいだけど、うん、でもその数を減らせるんじゃないかっていうところのまあ、なんか正直言ってこの何だろう何 <coughs> ていうのファンクラブを作るのもなんかちょっとやだしなんかよっぽどひどくなってどうしようもなくなったら俺はそれも一つの手段かなと思ってはいるけどでもやれる。 ことはやっておきたいからね、うん、な,んかなるべく負担のない形でできるものは、うん、まああれですよあの聞いてくれる方側に負担がかからない形でできることがあればそれを選ぼうって話になってすごい探して、うんうん、転売本当に嫌嫌いいだだからな、うん、俺も嫌いだけどさ憎しみで、うん、あの転売の会社とかにめっちゃ問い合わせだし、うん、でもなんか 全然その何万円で売られてますけどみたいなことを言って <laughs> <laughs> 何万円とかで売られてて元値がその何千円のチケット5000円のチケットとかをくけ普通に3万円ららいで取引されてるからねそう3万とかで売られててそもそも定価以上に値段が設定できるようになっている時点でそれって転売を促進するサイト以外の何者でもないじゃないですかみたいなことを言って、うん、あのそもそも定価 以上にになならないようにすればそのチケットを余らせちゃった人への,その救済というかそういうサイトとして目を打っていいというかいいと思うんですけど、うん、その「やっ言ってること,とやってること違くないですか?」みたいなことを言ったら、うん、いや全然3万円程度の値上げではそんな転売を「悪質なものとは思えません」みたいな感じのコメントが入ってきて「な <laughs> んだそれ!」って思いながら。 なんとかななないのかなと思ってもうそもそもなんかそれ用のサイトつサイトっていうかシステム作ってる時点でもう確信犯だからな、うん、弁護士と行政書士ともういろんなところもう本当にいろんなレコード会社とかいろんな人たちにも相談して <coughs> なんとかなんないんですかみたいなまあ基本的には何とかなんないんだよな一社吹っ飛ばしましたけどね吹っ飛ばしたあの悪質な架空の会社作ってたところ <coughs> あそうなの、うん、一社吹っ飛ばしたけど 一しか吹っ飛ばせなかった。そうなの、その話、何の証明を送って逃げてった。外国人だった。名前変えて同じことするんだよ。会社をいくつも会社を名ばかりの会社を作り直してさ。そう。でもた分また、また前戻ってきてるんじゃないかなって。そうだよ、同じことしてんよ。本当に。 <大>変 <laughs> まあでもこれを、ね、スマッチケを導入することによってかなり改善されると思う,思うんですよねでもただスマートフォンが必要 iPhone とかそういうのが必要となってきてなんか若干面倒くさいなと思うのでその本当に申し訳ないんですけどその,のそのお手伝いをとご理解をしていただきたく思います申し訳ないそうですねなんかこれでどういうふうに転ぶかっていうのはまだ俺たちもその 分からない部分もあるから、うん、今回のその武道館の公演を経てどういう形がいいのかまたちょっと改めて考えたいなと <laughs> <laughs> なんだよその写真 <laughs> 石オープンレッグの石村さんから土下座してる写真を送りに重たくてすみませんって。 何で今人入ってきてきるから多分大丈夫ででなんでホップネックの社員さんが見てるの <laughs> 全然見ないであの大丈夫ですその真面目な話してないので全然 <laughs> ありがとうございます本当お世話になっております。 まあなんかそのチケットに関してはなんかまあいろんな形があると思うんですよ。なんかそのもちろんピクチャーチケットが良かったっていう人の気持ちも分かるし、うん、スマートフォンあるとスマートフォンだと大変だって人も,もちろんいるだろうしただだったら転売,を転売があってもいいんですかっていう話にもなっちゃうからそういうのを含めてまあいいと思う人が多いところを取るしかないと思うんだよね。うん、だから今回それやってみてどっちが良かったかっていう形でもいいと思うしそれはこう その運営ともね相談しつつ良い形を探っていけたらなと思いますよ <laughs> うんまあちょっとやれることはやろうぜというそういうあれなのでね理解してもらえるとね何いやちょっとツイッターを見てた明日あれですね握手会ですねそうなんですよね頑張ろう握手会してあれ握手会新宿 新宿だねど。どうしますその後ご飯食べます 7, ?7 時から。ご飯食べたいね。食べましょうか。かぐさんもいるだろうし。久しぶりの。少々的なやつしましょう。うん。ピチプチ,プチ的なものを <coughs>。いやー、あのね、今回のオリコンなんとありがたいことに5位と6位いただきまして、うん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ただね、ちょっとね、うん、あとちょっとでね。<laughs> あとちょっとでね3つか4つぐらいねちょっと順位がね確実にここにいる人の本当に一枚とにちょっとでそう1枚ずつ買ってくれなくても1枚ずつ買ってくれればぐらいか3人に1人ぐらいかかってくれれば人に一人もっと少ない3人に1枚ぐらいいや3人に1枚までいかなくてもいいからうん買ってくれるだけでいいとヒーっと ね、慌てくんじゃないかなみたいな感じではちょっとね,ね <laughs> ま,まだちょっとその買うつもりでまだ買ってない人とかでもいると思うんだよ実際うん、うん、予約してないけどいつかちょっとゆっくり買おうみたいな人はちょっと今週買ってくれるとちょっとねいいそうですねよろしければよろしくお願いします なんか結構ね大きくねコーナーとかね店舗さんでも作っていただけているのでちょっとね買ってない人が買ってくれればちょっと買う予定だったけどゆっくり買おうかなって人はちょっと予定を前倒しして買ってくれるといいかなそらさん買ったもちろん僕1枚ずつ買いましたよ明日買うそらさん買った僕1枚ずつ買いましたよしかもその1枚ずつ買ったのをいつもお世話になってる美容師さんにこう渡しに行って帰ってきた そあ,のあの人あリゼルのああいつ見てるところかなんだけどあのいなかった不在た <laughs> あの僕がお世話になってる店の方は定休日でなくて、うん、その上の店の方に行ってリゼルの上の方のリゼルのお店に行って、うん、そこの店員さんにあの渡しておいてくださいって言ってえ<ら>帰ってきたあとあのアニメイトの渋谷店の人たち方々に挨拶してきたあしてきたんだうん、よろしくお願いします 仕方あると思うんでみたいな。でしょ？俺ね今日ね、うん、整形院に行って,きて。<laughs> <laughs> なんだよ腰捻挫って。ぎっくり腰でしょう。ぎっくり腰なのかな。やばいでしょうぎっくり腰。ぎっくり腰ってやばくないですか。なんか、うん、でも本当にその3月ずーっと座って作業してたじゃん。あまあうん<で>確かに。その時から、うん、なんか腰痛くなるな。 って思ってて、うん、これは体を動かさないとやべえなと思って最近その朝早く起きてあの朝の朝からまず、うん、あのラジオ体操してたの。おーえらいえらいでしょ。うんうん、そんでこう時間決めて夕方からは筋トレっていう時間をちゃんと作ってちゃんと毎日この時間からボイトレこの時間から筋トレみたいなのちゃんとやってたボイトレうんの<う>。えらいでしょ。そしたら やっぱ体作るの大事だなと張り切っちゃったんだよね寝返りを打つ運動12まばたきをする運動12だよその <laughs> 目覚ましのなめけ運動向けのラジオ体操じゃないんだからピ,リピピ、うん、<laughs> ピ<リ>ピピピ <laughs> まあねちょっとそうなんかその腰ピ 動かしてなんか体の筋肉がなんか固まってるのを無理に動かしたせいですねって言われた <laughs> 本当に <laughs> それで腰を捻挫してしまったみたいですねって言われてゆっくりやっぱあの何て言うんだろう整体って言うんですか、うん、ああいうとこに行ってちょっとずつほぐしてもらってそうだからちょっとしばらく行こうかなってまずストレッチからとかうん、はああ僕も行きたいな でもね1回行っただけでね、すげえよくなった。体ですかうん。え、どこのあ、言わないでいいや。それはやばいでしょ。一緒に死ぬ気か近いですか比較的。あ、比較的近いよ。保険も効くし。いや、整骨院はね、でも。あ、整骨院そうそうそう。基本的に保険効くから大丈夫。なるほど、なるほど。あと、なんか病状によるのかな まああれですかね腰を痛めてますからね損傷してますからね損傷してるなんか筋を傷つけてますね <laughs> あやば、うん、骨がずれて <laughs>、えー、<laughs> 痛い痛い痛 <laughs>、うん、いマジで痛いなんか俺親、うん、知らず右奥の親知らずが、うん、上の鼻の骨に貫通してるんですけどえ鼻上あごあるじゃないですか、うん、上あごのとこって骨がこうあって歯が、うん、生えてるじゃないですか 骨がこうやって歯がこうある下についてる、うん、この親知らずが普通こう生えてるのに、うん、僕の親知らずは貫通してるんですよ骨をで抜くとそこの骨がバキッて穴開くらしくて<ー>穴開きますよってで、で抜けなくてでめっちゃ痛いんですよねどうするのそれって親知らずは日々成長やまず、うん、口の中の親知のらずの生えてるところの皮膚を切り裂き うん、今僕あの奥の皮膚がペロってなってるっていうめっちゃ痛いそれってどうにかなんのお前こっち向いて喋ったらみんな聞こえないじゃん親知らずを多分抜,け <laughs> 抜くと僕の右上の頬の中の骨がバキッて砕けて削るとか親知らずを削るってことですかどうすんのだって抜けないんでしょだって削ったところでその骨がめり込んでるところは骨にめり込んでる歯は削れないから。 イ、うん、確かそうどうすんだろうでもいるんじゃないのすごういう人ってなんか抜けないらしいですよなんかリプライでも来ました抜けない私もそう言われましたみたいなへえ<ー>うん付き合っていくしかないのその歯と一緒に心中していくかわいそう話痛いやん痛い痛いへえ大変だね親知らず全部抜いてますいや俺抜くほど生えてきてない そうなんだ抜くと小顔になるらしくてそうなんだよね抜きたいなと思ってるんだけど顔がでかいので下の親ろずとかはね全然なんか存在感ないあそうなんだえ見えてますよ時々うまい怖い時々この辺からここららかうバコバコってこうあっそれさ親ろず出てますよって火つきあげて出てるそう。ああやばいやばいガチッ 便利だね、耳の下あたりから歯がこうバーって出てそ,れそのまま引っ張ってっとったら小顔になりそう <laughs> 痛そう抜きたいな抜けるんなら小顔になるならさまあそうですね、うん、それでなんかこう抜く時にこう一緒に顔もめきって広がってめっちゃ顔でかくなるみたいな<れ>なんないかな外から抜くってちょっと抜けない親しらす困るね困る痛いしなんか顔がめきめきんですよね 顔がこのまま破壊されるんじゃないかみたいなそれ成長したらどんどん顔大きくなっちゃうじゃないやばいただでさえただ,ただでさえなんか 1K ぐらいの広さあるのに顔が <laughs> 顔があの扉を通過できるかわからないぐらい顔がでかいのにいちょっとライブ前とかはマッサージして小顔にしてるけどね普段はわからないね、うん、扉に使えてるもんねそう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 あのライブステージ上出てくと、あのー、最初顔なのか あの舞台セットなのかわからない <laughs> な,なんかなんか言わんみたいなあ顔かあれみたいな髪入れあかあかみたいなでか <laughs> それでかすぎるドラクエにいるはそういうものなんかないかな CD の話 CD の話 CD 関係の話しつくしたかなまあ、曲の意味とかを言ったしまあ、解読の探知クロックアイザーは前話しましたもんねまあね だしまあ大丈夫じゃなないかなとりあえず今日の放送を適度なところで終わり終わらせお互、はい、作業を頑張り明日の握手会に備える、うん、<laughs> 何の作業してるんですかいやでも僕ちょうど終わったかないろいろ全部あ,あ<お>終わって上げてた、ね、ああそうだあの昨日あの成田星人さんの「水星ハネムーン」という曲 水戦ハネームーン』という楽曲を歌わせていただきました『水戦ハネムーン』というキュッキュッってあアンチクロックワイズのパート分けにお話ししてほしいってえっとですねアンチクロックワイズあのあ言うって言っててたねあの今回に関しては別にそれらさん特に何も言ってなかったんですけどもともとんかシングルとかリード曲とか,なかアイスリープウェルみたいにこうめっちゃ難しい曲、うん、みたいになんかあの こういういこのリード曲となる曲はすごい難しくていいんじゃないかってそららさんが意見を出しててああそで,、ね、でそれで分かりましたっていうその意識があってなんか解読不能はそららさんのーに合わせてそららさんの歌いやすい高さに合わせたんですけど、うん、アンチクロックアイズは僕の曲僕側の曲なので、うん、僕が歌いやすい高さに合わせたんですよ。そしたらなんかあの変な音域になってしまって <laughs> ち,ょちょっと歌いづらい音域になっちゃって。 ちょっと高かったね。そう。で例えばそのえっと二番エメロのあのたた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 のところとかあのその一体のところはソラさんが歌うはずだったんですけどあの歌うはずだったんですよ。でかしげる首は問いかけですかの二位のところは僕が歌う予定だったんですよ。で最初それで取ってて。何ならそう最初はそれでお互い取ってたんだよね。そう取ってて。でもなんかちょっと 高高高いいいいんんだだけけどどやよしょうがない。<laughs> なんかこれ高くないみたいな。分かってたでしょ、作ってる段階で高いことは。<laughs> そう、めっちゃ高いなーって思いながら、これ絶対歌えない。<laughs> 絶対歌えないなって思いながら作って、絶対歌えないようなパートを振り分けてきたから。<laughs> いや、高いよ、こ,こいや、でもだってさ、<laughs> ちょっと無理してでもやっぱり音源は張り上げてかっこいい感じにしようよって言ってたから、気 <laughs> たかりましたって,ってめちゃくちゃ高く作ったら、めっちゃ高いんだけど。<laughs> めっちゃ高いね、うん、<laughs> でそれでなんかあの結局反対になったんですよなりましたねでそしたらその次の,あの反対したピアノで響き鳴らすカデンツのところが僕を歌う予定だったから、うん、そこが続いちゃってなんか2番の途中から途中までずっと僕が歌ってるみたいな感じなった、うんまあ、でも言うて言うてそんなそうそれとあのこれはミックスなんですけど、はい、1番 B メロ あの空は遠く色づいている見間違うことのない茜色のところあるじゃないですか、うん、あそこってなんか本当はそのメインボーカルとあのハモリのボーカルが同じようにこうメロディアスなメロ動きをしてるから同じ大きさにしても不自然じゃないというような作りをしてあったんですけど、うん、あの結果的に僕の,メイン僕のボーカルの方を大きめに出してたんですね、うん、たぶんだからなんかずっとそこからも僕が歌ってるみたいな感じになってサビの頭は僕でしょ だから叫び散らした継承とから全てがかなう気がしたあのサビの半分の全てがかなう気がしたまで全部僕が歌ってるメンに聞こえるっていう PV 見,見てもなんかまあまふまふ目立ってたね PV ねそうずっとなんかずるいや, <laughs> いや PV の話しますか PV の話しましょうか大変でしたねさださんの PV 僕らの PV を、はい、あのオフライン上がってくるじゃないですか、うん それをその浦田さんとか坂田とかアマチュとかうち、ん、に来たらこう見せてたんですよどう ?PV、e、できたよって、うん、そしたらそららさんがオタクの動きしてて安心したってみんなにそららさんがオタクの動きっていや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 かっこいい動きをしてたみんなに言われかっこいいオタクの,タクの動きをしてた <laughs> <laughs> 僕的に個人的にツボなのは、うん、あの アンチクロック wise の PV 始まるじゃないですか。うん、で僕がこうマイクをヒュッってこうアンセイしてるところの左側にソラさんがいるんですけど、ソラ、うん、さんがあの歩いててなんかうろうろしてる。<laughs> なんかサンカット続けて全部なんかソラさんがうろうろしてるだけ。<laughs> いやもうしょうがないっしょ。めっちゃめっちゃなんかなんでここ抜かれてんだろう。いやそれはね思う。<laughs> めっちゃ歩いてるね、あそこしょうがないですよ他に一生懸命いろんななんかかっこいい動きしてたんだけどね、あったやっぱ歩いてるところばっかり抜粋され <laughs> いや多分監督さん的にはそこ使いたかったんだろうなと思って <laughs> うん、そう歩かせたかったんじゃないいっぱい動いてましたね撮影中は動いてたよね <laughs> あの接近してあのリングの光のやつこうバーンってやってこう いろんなかっこいいポージングを取ってたんだけど使われてるところは歩いてるところんか解読不能もさ後半なんかすごいこう動けてたけどさ、うん、けなんか使われてたの最初の方もーをそう <laughs> ちょっとまだ不慣れなところがちょっと映像化されていて <laughs> んかちょっと動いてるのもね後半ちょっと使われてたけどね何ていうの多分監督さんのね好みだと思う、うん <laughs> おとなしい感じ、そう、おとなしいソラルさんは多分見せたかった。<laughs> までもあの <laughs> ソラルさんの、うん、あれは結構前髪で目隠れてるじゃないですか。うん、だから大丈夫なんだけど、僕の動きはあのめっちゃ動いてるところでピッて一時停止したりするんと白目白目を向いてたりする。 で,すよでもそらるさんもそういうとこあるんだけどそれ,それを言うそうそれお互い様だしなんかねアンチねかなりねメイク濃くてねちょっと顔違うあの PV が上がってきた時に、うん、僕もそらるさんも LINE で、うん、そのどっちも一時停止してお互いの変な顔を送り合うずっとそれやってた PV のチェックしなきゃいけないな自分の変な顔も送るそう <笑>こ,こ,<笑>この城やばくないですか <laughs> しょうがない <laughs> 何やってんだろうと、うん、あとあれねあの写真撮影の,あのスチール、うん、えっと何て言うんだろう雑誌とかに使う用の雑誌じゃないインタビューとかに使う用の写真撮ったじゃないですか特典とかに使う用の、うん、あれもその <laughs> ちょうど下から写してなんかすごいやばい表情してるやつとか, <laughs> <なん>か <laughs> あったっけ <laughs> あった <laughs> そういうのずっと送り合ってたそうそうそう,そう作業もしないでずっとそういうのをやってた <laughs> グーさんとかねあそうグーさんとかグーさんグーさんがい一部すっごい目立ってるとこここはなしにしてください <laughs> <laughs> PV から削除される <laughs> 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 グーさんのカットがドラムのドラムらしいね。グーさんってさつるつるしてる頭ツルツルしててハットかぶってるんですけど あの普通にツルツルルしてるるのが分かるんですよそれでその作風に合わないとか言われてなんか消される <laughs> その会議窓 PV 制作会議窓でなんかグーさん作風に合わないなみたいなことがバーってみんなに書か,かれてどんどんグーさんのカットが削除されていく川口さんもそう思ってましたみたいな <laughs> た <laughs> 言いにくかったんですけどそう思ってました <laughs> あやっぱりそうですよね <laughs> 消されちゃったグーかわいそう このお腹のアップは大丈夫でしょうかお腹のアップは使われましたね、そうのまの。そうだったっけ、うん、アンチだよね。アンチだよね。え、ね、あれは解読不能じゃないですか。お腹のアップ解読不能だっけえっと、<こ> <laughs> でレデデでれでデデ <laughs> でららでれでデデデ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 デデ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 デ うん、別のところだったかもそう、うん、申し訳ない良くも悪くも目立っちゃうからグーさん PV 撮影楽しかった楽しかったねでも、うん、ライブをやってさ終わってさ <laughs> 夜じゃん夜から、うん、あれそのまま移動したんだっけライブ終わって1回帰ってあ次の日か超早起きそっかそっか,そ,かそれで朝集まって朝から撮影開始して、うん、終わったのが日付回ってたよね 日付もあってましたね。12時過ぎですね。そうだよね。<ら>で、西とこ。そう、そっから。栃木。栃木。移動して。で,してうん、で、また朝から。だから、メイキングとかもう顔朝から死んでるからさ。うん、ね、死んでる顔は全部スタンプで書かれてるから。<laughs> 死んでない顔だけで残してない。いや、俺、俺結構死んでる顔つってるよ。あ<れ>、いい。うん。メイキング見てみてほしいんだけど。アンチのメイキングはもう完全にね、それこそ顔死んでた。 アンジュラメイキングソラルさんお前はね<か>全部ね消えてたえ全部隠されてた死る顔？うんあ本当ですか <laughs> そ？そこ入念なんでそうなん,だなんかあのアンチクロックアイズの崖上で撮ってた時ヤバくない？いやばかったよねあれねヤバかったっすよねもうなんかさ バスから大量のおじいちゃんとおばあちゃんがさその撮影してるときにさ、バスからおじいちゃんとおばあちゃん出てきてみんなこっちに、<laughs> なんかいるのみたいな感じで、<laughs> ああ、ちょっとすいません、すいません、あちょっと撮影してるの、ね、で、音楽流れ出して、こっち思いっきりなんか,かっこつけながらなんか動いてるんだけど、おじいちゃんたちがニコニコしながら、こっち、なんかいるの <laughs> そうそうみんなね、あのバスから大量の、ね、おじいちゃんたちが降りてきたのがね。うん、や、ばかった、本当に。 恥ずかしい恥ずかしかった、ね。誰もあんな格好してない。あそこなんか登山してる人とか、<laughs> そういうなんか健康的な格好、スポーティーな格好してる人たちが多いのに、僕らなんかこう真っ黒の服みたいな。うん、大自然だからね、あそこね。うん、BV だとちょっと加工されたりさ、うん、空から撮ってあったりしてさ、わかんないかもしれないけど、普通に丘だもんね、あそこね。丘。うん、丘です。恥ずかしかった。そうなんですよ。ひたすらに。やなんかそんな中ね。 でもやってよかってかたなそうだねやっぱり実写 PV はありですねなかなか評判も良かったし、うん、う最初とか俺すごい動きカチコチだったけどね徐々にねあこういう感じなんだっていうそ <coughs> んなんだで面白かったしな,な面白かったあうらとさんが買ってくれてるありがとううらとさんがいつもその飲み物を紹介する あのこ,このタンス,タンスの前でえなんでいつも飲み物紹介してるのって言ったらななんかさ持ち方キモくない貼ってくれたんですよ CD スタンドみたいな持ち方してるじゃんだって <laughs> <laughs> ちょっと待って <laughs> かわいそうだね <laughs> そう,そう,そうありがとうもっといじり返しとこうかなだか一番こういい感じに映るように持ってくれたんでしょ多分なるほどね 自分自身がスタンドになることでうんう田さんぐらいじゃないかな買ってくれたのあ,あとアまちゃんかはいや黒猫も買ってくれてたあはいマジっかうん。ありがて他は他は誰も買ってくれてないうわこれが友情ですよいやそう全然あげるから買ってないよ<あ>全員フォローはずんそれ3人ぐらいになるうん <laughs> <laughs> 5人とかで、ね、5人とかで、ね、フォロー5とかそらるさんも買ってないんですかねちなみに確かに <laughs> 俺も外されるフォロー5 <coughs> 誰か他に買っ,て買ってくれてないかな坂田は坂田僕はうわあいつ,あいつ僕坂田の CD 買ったのにあいつねそういうやつだよあんたハグジョのやつなんだ いやだからサガタは多分そもそも僕らが CD が出ることすらも知らないあじゃあサガタにあげたわあ,あげた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 んだあげたあげる友達もいないおくられてきたでし来た人友達にあげるように、うん、CD 何枚か、うんうん、全部家族にあげる <laughs> やばいそんな同じ CD 何枚あってもあああ うんツイッター見てんじゃねえうん <laughs> あいたうん、えー、<laughs> あ,あ留守留守,も留守こそねシングル発売するの知らない知らない<対>この間うち来て初めてその僕が「アンチクロックアイズ」の PV 見たいって言うからうん、うん ルスクに見して、うん、もうこの曲 A 曲だねって言ってた。い聞いてない。お前。増加で上がってるのに。あとソラルさんがオタクの動きしとるねって。嘘だろう。あいつ許さんあ、ウルスクは言ってないか。うん、ウルスクは言ってないけど。にことかでしょどうせ言ってた。下がった。下がったかい。下がったとアーマーちゃん。天才ってそれ許さんがソラルさんが安定のオタクの動きで安心したっていう。 <coughs> 歌い手を脅して買わせようえよ ?CD を, CD をどう言うんですかい <laughs> 本当にただのただの恐喝みたいな何か <laughs> 坂田お前アカウント消されたくないだろうまだ <laughs> 坂田が一体何をしたんだ <laughs> 坂田とあれですね浦島坂田さんの CD も再来週かそうですね 同じ4月クールアニメタイアップ勢として、イエス。応援したいところ、もうやってるよね、アニメね。やってますね。僕らのアトムは、あと3日中に、ね、15日。あれだ、あの、コメントやったじゃん、<う> HP の。すごい、なんかちょっと、なんか、変だったえ。え <laughs> 変だった <laughs>。改めて聞いたら、なんか <laughs>。 サラルさんすごい爽やかな声してるなんか硬いこんにちはサラルです,ソラルです変だった <laughs> <laughs> あのい<や>ちゃんと言声はね違うよなんかこんにちはみたいな声してるそんな声ですか、うん、あまあ、でもあれ別撮りしたから、うん、なんかちょっとねマフマフの声もなんか普段よりなんかねかぼそいおお たぶん一人で喋ってる時に大きな声出さないじゃないですかそうだよねうんあと <coughs> <coughs> いい声で喋りたいじゃないですかやっぱあ今のいい声だったのえ今の声はダメ今生放送の声はダメだ、ね、ゴミみたいな声してるからだよなだよなだよなわ<は>かるなんか自分の声ってなんであんなに嫌な声に聞こえるんだろうわかる なんでだろうね恥ずかしい本当に。喋、うん、しゃべりたくない。もっといい声でしゃべらないと。い <laughs> やあ、ソラらルさん。やあ、ソラらルくん。なんだい<うっ><笑><笑>きついよ。やめよ。誰も得しない。うん、今何時今はもうあと2分で1時間放送。もう終わりかな。 腰が、ね、痛い僕ももう眠い <laughs> まだ9時だようん寝る寝ます今日はもう寝ると決めた実際結構ゆっくりだから、うん、今日はゾンビに作業できるごめんちっちゃ面白い <laughs> これめっちゃ面白い <laughs> 伝わんないから <laughs> <laughs> あそっかコメント拾ったりしなさいコメント拾いましょう100番まで読むのやろうぜうん100番まで読むの 今100番どころじゃないあそういや <laughs> オープンレッグコメント数見れないねうん確かに石村 <laughs> また石村さん村聞こえるか石村コメント数を見れるようにしてくれ石村石村見れてもいいことないよね別にコメント数まあコメントの数は見れても別に何にもどうなんだろうね でもコメント数って基本的に見れるようになってるよねいろんなサイトで、うん、アンチクロックワイズメイキングの中の謎の動きって静電気ですかああーあれか,かお前が肘をさへーへーそうそうそう腕をこう近づけてあそこめっちゃ静電気パチパチしてて引きフェスグッズありますかありますまだ今作り中だよ魔法少女たちはどうなってますか魔法少女たちはどうなってます今え頑張ってると思いますよ彼女らは。 別に俺たちとは別の人だから、ね、全てを把握してるわけじゃない最近ツイキャスやらないんですかえっやってるよね <laughs> ツイキャスしかやってないですよねむしろ、うん、<laughs> 基本ツイキャスうん基本ツイキャスでまあでもオープンレックで雑談枠追加されたからねちょっとたまにあの追加されたばっかりなので、あのー、オープンレック使ってみようと思ってやってるだけですコメント数かしこまりましたってコメント数 ああいやコメント数はねいらないかな別にどうなんだろうなくてもいいかも、うん、あっても,なくてもまないゲーム実況もっと見たいです <laughs> ゲーム実況上がるよねでもねいろいろねあうん上がるいろんなゲーム実況上がりますよそマフの、うん、次俺のチャンネルから多分上がると思うえ上がらない上がらないなんでそ,れそのチャンネルはそのまま閉鎖される いや<え>撮ってあるからっずっと活用されてないチャンネルしばしそろそろ上がりますよ <coughs> 俺のチャンネルマジでなあ,あんまり上がってないからちょっとそろそろ、ね、そろそろ閉鎖するしばらくちょっとら僕のチャンネルと統,計統合します <laughs> そろそろそれやばいな <coughs> 俺のメリットないだろうって、ね、<coughs> あの <coughs> なんだろういろんなゲーム実況が上がったりするので よければ見てみてください先日あのマリオメーカーがねソラマフのマリオメーカー上がりましたねあの何これ間違えたこれ使ってないやつだった <coughs> が上がりました見てくださいぜひぜひ <coughs> 見てください喉がもうちょっ痛くなっちゃったじゃそろそろ終わりましょうか <coughs> <coughs> なくてもいいんですか言ってきたなくてもあっても大丈夫です YouTube まふまふチャンネル はい YouTube の方にもあの「水彩ハネムーン」投稿したのでそちらもお願いします見なくていいですいや見た方がいいですよ絶対「マフマフ,フチャンネル」の動画はもう全部見た方がいいす,すぐもう見まくりもうみんな見まくりみんな幸せこの<画>空らさんはもうダメ全部全部マフマフと。まま太 <laughs> 統合日本,語日本語おかしか <laughs> スラごさん食べました晩ご飯晩ご飯ね、食べちゃった。食べちゃったか。まあ、僕も食べちゃったんですけどね。食べたのか。なん <laughs> <laughs> で聞いたんだよ俺買ってないって言ったらどうするつもりだったの <laughs> いや、僕食べちゃったんですよねっていうと。<laughs> 生体行った帰りに食べちゃった。<laughs> そっか。<laughs> じゃあ、明日、握手会、よろしくお願いします。そうだね、はい、皆さんも、えっと、明日来られる方 <laughs> えまたまたたまわりフェスやえっ、ー、と武道館公演などなど来られる方<生>よろしくお願いします近いもんねもうね近いですねちょと1ヶ月ないもんなないんだったそうだ準備しなきゃ、うん、まあ準備してるんですけどということで <coughs> じゃあお今日はお疲れ様でしたはいありがとうございましたありがとうございました <laughs> ングルぜひぜひ引き続きよろしくお願いしますはいバイバイこれどうやって終わるんですかどうやって終わるんですかこれ、うん、あでもねちょっと待った方がいいかも 十秒ぐらい。十秒後。十秒ぐらいラがあるから。なるほど。<laughs> この O. B. S. は。<S o. B. S. も。